怯えて向こうに離れて怯えてんじゃん。さっきまでこれだよ。こっちじゃない。ほらもう俺のこと嫌いだろ。今回愛車を紹介してくださるのは、はい、ラリードライバーの金松優奈さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ラリーやってんの？はい。もうあれですね、金松さんも格好がもうね、もうやる気満々ですね。やってますよっていう感じ。あとあれですね、これ全部スポンサーがついてるってことですか？もう俺よりスポンサー多いよね。いや本当そうだよね。俺より多いよ。ほら見てこの数。負けてますよ。負けてるよね。完全にほらいい部屋ネットとかさ、大東建託ね、いいとこついてるよね。すごいいいとこばっかりですよ。おかげさまで。はい。まあ、そんなことはどうでもいいです、はい、さあちょっと車で今回ご紹介していただく愛車は何でしょうか？はい、スバルの BRZ です。あ、直球ですねこれ、うん、はい、はい。ラリーは何やってるんですか？ラリーはあの全日本ラリーにスイフトスポーツで出演してます。すげえ、すごい。まあいい車だよね。 ラリードライバーっていうか、はい、どういう経緯になったんですか？うん、私はもともと車全然興味なくて超オタクだったんですけど、うん、免許取った時にお兄ちゃんがマニュアルで免許取ったら俺の車やるよって言ってくれたのが、うん、ホンダの DC2 で、で DC2 もらったら楽しくて、うん、そのまま DC2DC2 4枚ドアの DB8 でまた DC2 って4台乗って車にはまって、で就職してから競技に出始めたっていう感じです。あ、そう。あ、お兄ちゃんのおかげだ。ラリードライバーってどうやってなれるんですか？まあ、自己申告、うん、そうですね。ね、いや、まあ、でもこれね、なんか分かりませんけど、うん、こうやってスポンサーを作っていくね、うん、もうお金も必要じゃないですか、うん、どういうことで、うん、最初はどうやって、うん、最初はラリーチャレンジって今トヨタさんがやってる、うんうん、ちょっとその入門編のラリーに出させていただく機会があって、その会社のチームとか会社のラリーサークルとか、うん、そういうところから始めていったんですけど、クスコレーシングさんって、うんうん、ラリーの名門チームがあるんですけど、群馬ね、はい、そのチームの女性ドライバーのオーディションがあって、うん、それに合格して全日本ラリー出させてもらって、うん、っていうステップで、はい、で今はプライベーターで自分の車でっていう感じです。普段はどんな仕事してるの？はい、普段は今もうラリードライバーで。ラリードライバー、はい、それで食べていけるんだ？食べていけるかっていうと微妙なんですけど、ラリーはできてるっていう。いやでもいいよね。いいですよね。もともとはじゃあ車業界だった？もともと車が好きで、車系のサプライヤーさんに就職はしたんですけど、うん、自動車部とかではなかったです、うん、女子大で細々と、はい、へえ、だけどすごいね、うん、レーサーっていうかね、まあ、ラリードライバーになってみんな憧れるじゃないですか、うん、でも実際問題としてじゃあ生活はね、うんうん、持ち出しの方が多いじゃないですか、うん、でもね、その他の仕事してないってことですね、うん、すごいよね、うん、どういう感じでそのなんか収入を得ていくんですか？うん、ラリーをやるお金に関してはこう応援してくださってるスポンサーさんとか、うん、はい、あ、そこに書いてるんですね。はい、でこのスポンサーをどうやって探すんですか？テレアポしたりとかめっちゃ電話したりとか、うん、営業したりとか、うん、あとはパーツメーカーさんはご縁いただいたりとか、うん、そういうことが多いですけど、それはお金っていうか、はい、そのパーツで提供してもらって、はい、生活費は？生活費は YouTube の動画の出演だったりとか、うん、イベントの出演とかで、うん、まあ、食べていけるってほどじゃないですけど、うん、まあ、なんとか。いいね、なんか、うん、いいですよね。いいよ、自由で、うん、あれですか、日本の女性のね、ラリードライバーっていうのは、はい、そういうなんか賞金っていうか？ないですよ、賞金はないです。ないですよね、うん、だからどういうふうにね、うん、まあ、ありませんけど、ゴルフとかさ、うん、テニスだったら賞金じゃないですか、はいはいはい、どういう感じでその収入を得ていくのかなと。まあ、モータースポーツの場合は、うん、我々レースの世界だと年間契約金ってもらえるの、うん、で例えば500万の人もいれば3000万の人もいるし、うん、だからその中でやっぱ生活してるよね。だから土屋さんぐらいのね、メジャーな人だったらともかく、うん、普通の人はなかなかさ、だから GT300 のドライバーぐらいだと持ち込み多いよね、うんうん、そうですよね。普段働いててで持ち込んで乗せてくださいっていう、うん、そうですよね、うん、だから本当に、ね、商品提供とかね、うん、それはある、それはあると思うんですけど、それはみんなあるけど、やっぱりその収入ってなると、うん、レースだけで食っていけるっていうと30人ぐらいかな、ね、でも偉いよね、うん、偉い偉い、うん、
本当に皆様のおかげでって、ちなみにこの車はどのあたりいじったりとかしてるんですか？はい、この車はちょっと見た目すごい地味で、はい、いじってるとこも地味じゃないよ、車高調入ってるよこれ。あ、車高調入ってます。はい、車高低いもんですね、うん、そんな目立ってね、はい、そうそうそう、なんか分かんないですよね。見た目はノーマルなんだけど、うん、あ、足いじってるぞ。そうですね、うん、そうです。足とタイヤ、ホイール、ブレーキ、あとマフラーとフルバケ、うんうんうん、これすごいですよ。コンピューターこれ土屋さん、はい、名前が入ってますよ。あ、そうなんですよ。これ名前入れられる。ほらこんなとこに。おー、これもあのかの有名な山野哲也選手の、うん、あのブランドのフルバケで、これ名前入れられるんです。ねえ、これもかっこいいね。いや、フルバケはね、疲れる。これね、疲れそうですよね。疲れますね。フルバケ疲れる。やっぱね、リクライニングバケットがいい。いや、ノーマル。あ、マフラーいじってて、これもあのラリーでも使わせてもらってるんですけど、ロッソモデロさんって、これも群馬県のマフラーメーカーさんのマフラーで、うん、これ結構すごくて、うん、なんかメーカーさんが10馬力ぐらい上がるデータをもう取ってるんです。結構すごくないですか？マフラーで10馬力上がるってすごいよ。え、すごいんですよ、はい、スポンサーをね、こうやってね、うん、ね、やっぱり、ね、獲得してるってのはすごい。いや、すごいよ、うん、ね、なかなかできないですね、うん、なかなかね、スポンサー獲得できない。いや、偉い偉い、うん、偉いよね。好きじゃなきゃできないもんね。俺、あれってか、今からちょっと走ってもらおうと思ったんですけども、うん、どっちを運転するの？俺横に乗りたいじゃん。あ、じゃあそんでそれいいよね。それで乗ってみて。俺横に乗りたい。そうだよね。ラリードライバー横に乗りたい。そう、じゃあ土屋さんちょっとね、彼女の彼女さんのね、じゃあどうぞ乗ってください。変わってくれる。あ、なるほど、変わろうか、変わろうかね。またいいとこ見せようとしてんじゃないの。嫌な男ですよね。俺の何がね、こんなもんか。嫌な男だよな、これ。アクセル入れるのが遅い。インにつくのが早い。
FR はアクセル入れてトルクバンドから外れる前に、はい、ケツで曲げる。わかりました、ありがとうございます。おかえりなさい、はい、おかえりなさい。やな男たちね。俺のちょっとテクニック見せて偉そうなこと言ってませんでした。そうじゃなくて、うん、勉強させてもらいました。あの悪いところが、うん、もう敵面に出てる。彼女のそう、もっとどう近づいてください。もう敵面に、あ、もう怯えてるじゃないですか。もうえ、どういうところだったんですか。この道幅があるのに早めにインに入っていっちゃう。だから出口を見てない、入り口だけ見てる、入り口だけ見てるからクリッピングポイントを取るのが早すぎてインに入ってくる。そうすると出口でアクセル入れるのが遅くなって回転が落ちちゃって、うん、そこでアクセル入れても吹けないの、もうトルクバンドから外れてて。なるほど、わかりましたか。はい。じゃ今から100周してください。はい。いや、うん、本当にね、まあ、でもね、よかったですね、うん、ありがとうございます。先生にね、もうほら怯えて、ここより離れて怯えてるじゃん。さっきまでここじゃない、こっちじゃない。ほらほら、俺のこと嫌いだろ。ね、これからも頑張ってくださいね。ありがとうございます。はい、はい、金松優奈さんでした。ありがとうございました、はい、お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めてあの提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひあのうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、あの、はい、本当にね、あの AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、あのテリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、あのたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、あの振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、そして、ブレス、お、はい、あの板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています、まあ、今もね、あの塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘ、ガスタムカー中古車販売、開店ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。